でも長は小さい町だったから、まあ、自分で好きな道に行くんだであればそれでいいのかなって出してやったの。でも94歳で行ってしまったおばあさんは、津波で行ってしまったんだけど、そのおばあさんはすごい可愛がってたからね、すごく心配で心配で話すのが、まあ、そういう気持ちがあったけど、でも今回来てくれるっていうので、まあ、やっぱり息子来たおかげで、なんとなくね、可愛いお店になったので、皆さんに楽しんでもらえればいいかなっていう感じもあるね。いろいろと、まあ、これからもやりたいことはもうこっちでもあるので、やりながら、はい、頑張っていきます。それについていくお父さんとお母さんは大変だけどいくらかでも若い力をもらって、まあ、頑張っていかなければならない。頑張りましょう、はい